おしゃべりようこそ。めっちゃナス切ってるから、なんか闇晴れたわ俺。そうそう、成長させてもらいました。ふくじゃんけんぽい。最終回だけど始まりだよって。乾杯。いや、あんた、あ、違う違う、いや、うるさいわ。お前それ言うなよ。おしゃべや、これいいんですか、このみんな。あ、ではね、早速スタートしますよ。用意スタート。はい、ということで本気、本気でガチでいきますよ。はい、昭和41年ん昭和42年昭和44年今41年って言ったもんな。はい、20年代。我こそは20年代、20年代、20昭和何年、昭和28。あ、ちょっと待って、嘘だろ。待って、怖い怖い、やばいやばい、はい、ちょ、はい、一応お借りしますね。昭和28より古い。昭和28。やったい。昭和、まあ、なんかやばいやばい。もう何、もうなんか、うん、大丈夫っす。だよ、あ、余裕っす。え、もしかしてあれ余裕っす。昭和、もう昭和そういうレベルじゃないっすよ。いや、これ、江戸時代とかそういうやつじゃないっすか。誰か和道開珎持ってないっすか。和道開珎、和道開珎持ってない。和道開珎ないよな。持ってないの。じゃあさ、え、これ待って、それ待って待って、それ、え、それ実際に使えるやつですか。え、何、ガチよ、これお宝鑑定団出したい。マジでダミーじゃないそれ。いや、え、ダミーですか。え、これ何なんですか。本物うんってうなずいてる。え、本物らしい。和道開珎じゃなくて、何これそれ。でもほら、何かわからないとポイントにならないじゃない。いや、お金ってことはわかんない。これほら、いいよ、とりあえずもうもらった。いや、まだ下がりますよ。いや、もうコーンってなった。いや、まだいや、ギザ州とかにしよう。ギザ州ギザ州のギザ州より全然前だわ、こっちの方が。イエーイ、これレアじゃん。これレアだよね。これレアだよ。え、何言わない。他は、他まだ考えてたらやっちゃう。9500円、もうもらっちゃおう。いやいや、それ自分の懐に入れんだろ。香港のお金もらっちゃおう。はい、いやいや、もう何でもかんでももらう。令和のとか持ってないですか。令和まだどれ、まだ、もらっちゃおう。おい、早く帰ってこい。おい、もう、はい、あとはなんか、これ面白いよみたいな。何でもやみたいな。何よし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 、もういいですか。大丈夫ですか。いや、これもうちょっと触るも震えるぐらい。え、すごくない。え、びっくり、マジ、ちょっとこれやばい、ラジオじゃ伝わんないかな。え、それさ、これ何て言うの。これ実際に何かさ、これ何かちょっと触って、自分の携帯、すいません、触っていいの。え、触っていいの。え、これ何ていうやつ。和道開珎じゃないんだよ。かん、ちょっと関通え…関…関越通報。関越通報。え、マジすごいやつ。ちょ、調べるわ。え、なんでこんなの持ってんの、すごいな。これ、え、ちょっと、プレミアじゃない。ちなみにね、ちなみに僕もいっぱいありますよ。あなたいっぱい。ちなみに9500円、ほらレアじゃない。9500円。おー、レアレア、今となってはレア、すごい。9500円。59年。あとね、これなんだっけ、これ、あ、とりあえずあの中国のお金。シェイシェイ、中国のお金。うん、あとね、え、この中で一番古いのどれ。あ、でもね、あ、昭和28年。28年、でもこれすごいと思うよ。これすごい、昭和64年。ねえ、これレアだよね。すごい、高いよ、多分高いよこれ。でも昭和28年はギザなんだね。ギザ銃。え、ギザなの。ギザ、ほら、あ、ギザ銃じゃん。ギザ銃だよ。え、ギザ銃っつってテンション上がる人もだいぶ減ってきたんじゃないかな。だいたい年齢が分かってくるよね、ギザ銃。あ、これ香港のお金ですね。香港のお金。ああ、なるほど、うん、日本のお金じゃない。まあ、私、関越通報なんですけど。関越通報はずるいよ。キッズ泣かせに来るか。皆さん、おしゃべ屋へようこそ。ハードル上がってるよ。このおしゃべ屋は、かっこいいお兄ちゃんたちが自分たちのお部屋でリラックスしておしゃべりする番組です。うん、今日は太田お兄ちゃんと崎山お兄ちゃんが担当します。いつも通り2人のおしゃべり屋は今回で最終回。寂しいな。このおしゃべり屋では会えなくなっちゃうけど、僕はこれからもずっと応援してるからね。本当か、自分の言葉から。
れあ、かわいい弟お兄ちゃんあ、かわいいれーれー崎山お兄ちゃんお本当に本当にありがとう。いえ。それではおしゃべりはスタートでーす。なんか闇晴れたわ俺。え？何ですか？なんかすごいもう泣きそう。俺逆に闇持っちゃったかな。え？入れ替わった入れ替わった。なんからしくねえなーと思いました。確かに。なんかあこれで分かったでしょ皆さん。実は俺の方が純粋だってこと。いや皆さんもっとなんかさ。がんなんかねもっとけなされるかなって思った。俺素直にちょっとマジ感動した。いやなこういうの本当に感動する年になったんだわ。そうなんですか。なんかこの2年でなんだろう。いや嘘って分かってる。嘘か分かんないから。でもなんかさやっぱ1回ちゃんとまあ公開収録でさ、はい、ちゃんとあったのはまあ1回じゃないしっかりと、はい、そうですね。でもなんかあらもうすごいいい笑顔ですね今ね。やばいな。もうやばい。今日はいい夢見れそうだわ。あ本当にこの2年で随分闇がいや晴れましたね。晴れましたね。皆さんのおかげです、ね、おしゃべりのおかげです。闇が晴れました。だから明日からはもう本当にあの光とともに歩んでいきます。もう闇が一緒。レーまた来た。お兄ちゃんまたやばいね。またフレフレお兄ちゃんって。これちょっと後でデータでください。レーレーお兄ちゃん。あよかった。ここまで行くとなんかもうこれ iPhone にちょっと入れて毎日頑張るわ。それ聞いて本番も本番前にね頑張りますわってことでね。いや嬉しい ね、はい、ね